こんにちは、アルベル木工教室の辻です。フラッシュの続編ということで、ムクに近い作り方というのをやってみたいと思います。今回そのムクのフラッシュというのはすごい作りやすいです。まあ、その板を組み合わせて天板だけではなくて、まあ、家具を作っていこうかなと考えてます。やっぱり材料が限られているというと、なかなか自分のオリジナリティというのが出せなかったりします。そういうところをカバーできるような形で、もっとものづくりが普及されればいいなということで、フラッシュということでお届けしています。フラッシュって特殊な工法ではなくてですね、例えばそのアメリカンヴィンテージとかも実は使われてます。皆さんこれ本物の木だっていうふうに思うところがあるんですけれども、フラッシュの家具っていうのはだいたい年輪が見えません。中が実は違う材料なので、それをペタペタと貼り合わせて隠しているというのが基本フラッシュの考え方になります。で、まあ、フラッシュ大きい工場では大量生産ができます。だから、一般的にすごい安くなります。で、まあ、そのフラッシュ、まあ、大量生産という形で、まあ、家具の中でどっちかというとこうファーストフード的な扱いで語られることが多いんですけれども、同じ例えば家具、似たような家具でも、こっちはなんでこんな安いのに、なんでこっちはこんな高いんだというような話もよく聞きます。で、まあ、僕らもそういう文化をちょっと伝えたくて、今こういうふうに動画を撮っているんですけれども、そうなんです、フラッシュであるか無垢であるかということで、その作り方がそもそも変わってきます。材料費も変わってきます。そういった部分での値段の違いということですね。で、まあ、ファーストフードっていうふうに考えられることも多いんですけど、フラッシュはフラッシュなりにその利点があります。まず一つは、取りづらいっていうのと、まあ、ねじれがないっていうことですね。あとは軽いっていうようなことで、例えば扉とか、扉っていうのはこの外と中の、気温が違ったら、やっぱり木っていうのは無垢だったら反ります。あとドアにするとかだったらすごいやっぱり重いですね。そういったところで、例えばその扉だったらフラッシュにして軽くかつ反らないように使いましょうというような形もよくありますし、例えばテーブルの天板、今例えばここにテーブルありますね。これを無垢でやろうとすると同じく反りますし重いっていうことがあります。で、あとコストがすごいかかります。木っていうのはその体積で、値段が決まりますので、この中を空洞にしてしまえば、基本はもっと安くできますよということで、よくフラッシュっていうのは、使われたりします。はい、それをちょっと一つ覚えてみてください。まあ、家具を一つ見る時の、ポイントですね。で、あと、まあ、よく、皆さん分かる方は、結構やられると思うんですけど、まあ、家具屋さん嫌がるんですけれども、ボックスみたいなものがあったらコンコンコンって叩いてみると、芯材が入っているところと入っていないところで音が変わります。じゃあこの中空洞だなと、で、あ、ここはこれはフラッシュだということで判断したりもします。まあ、家具屋さん基本嫌がるんで、あんまりおすすめはしないです。はい、ということでですね、まあ、ちょっと話長くなったんですけれども、その木の無垢というのとフラッシュっていうので違いますよと。じゃあ今日、一歩進んだ DIY として、一般の方が、お目にかかれないような材料で、でも手に入ります。基本は、頑張ったら手に入るというような形になりますので、ぜひちょっとトライしてみてほしいんですけれども、今回は、テーブルをちょっと作っていきたいと思います。で、材料なんですけれども、コストって言ったら、テーブルの天板 90cm×60cm の天板を作ろうと思ったら、僕ら加工業者が作ろうと思ったら2000円プラスあと数百円で、そのテーブルの天板が出来上がります。まあ、これうちうちの、値段になるんですけれども、で、それを無垢の奈良の木で作ろうとしたら、1万1000円で僕らは生徒さん、会員様に、お出ししてます。はい、無垢の木とフラッシュでそこまで開きがありますね。まあ、だからもう9000円ぐらい開きがあるという形になります。材料をちょっと見ていきましょう。さっきも安くできるって言ったんですけれども、まあ、これが今天板にしようと思っている奈良のベニヤ、一般的にホームセンターで売られているところもあるかもしれないんですけれども、まあ、ないところの方が多いと思います。ベニヤって言ったら普通シナベニヤとかラワンベニヤっていうのを皆さん聞いたことがあると思うんですけれども、こういう奈良のベニヤっていうのは木材屋さんとかその家具の、材料売りの会社しかちょっと扱っていないので、まあ、でもお近くにもそういう扱っている会社、会社や企業さんというのはたくさんあると思います。ちょっと探してみてください。で、僕らもゆくゆくはまあこういうもの、ちょっと切り売りで販売していきたいなというふうにも考えていますので、またちょっと、お問い合わせなどいただければと思います。で、これがサブ6サイズといって、だいたい扉と同じサイズ、1820×910 の3分の1ぐらい使ってます。で、これを僕らその加工業者っていうのが、まあ、卸の、会社から買うとすると、
いくらだったっけ、小川君、2600円、はい、あの会社によって多分ばらつきはあります、はい、でこれがホームセンターにも売られているシナランバー、まあ、ラワンランバーとかの方が安いと思います。でこれも大体サブロックサイズで2000、まあ、大体3000円ぐらいですね。じゃあ3000円の3分の1、まあ、1000円みたいな形ですね。で、Amazon とか、まあ、そういう合板のサイトとかでサイズカットして、販売してくれるところもあると思うんで、そこはまたちょっと値段がいろいろ変わってくると思います。やっぱりですね、その一般の方っていうのと、まあ、僕らみたいにそのまとめて物を買うっていう方では、やっぱりその値段の差があるっていうのは覚えておいてもらえればと思います。あとはこれ、まあ、僕らは面縁とか大手っていうんですけれども、ここにベタッと貼り付けました。横から見ると汚いです。じゃあここにこういうふうに貼り付けてあげましょうというのが基本無垢のフラッシュの考え方になります。で前回そのポリメラミンで構成した時には中を空洞にしてましたが、今回はこの合板自体も実際は結構安いので、まあこれを使っていこうかなと思います。シナランバー綺麗なんですけど、まあこれにさらに一般にそのアンティークや北欧の家具で見られるような奈良で天板を作ってみましょうというような形になります。はい、じゃあそれでは、早速作っていきましょう。早速、この板を貼り付けていこうと思います。今これが上にあるのが奈良ベニヤ、4ミリですね。下にあるのが、シナランバー、15かな15ミリ、はい、トータルで、厚みが19ミリの天板になります。奈良ベニヤをひっくり返すと後ろはこういう形で汚くなってますね。はい、もうひたすらボンドを入れていきます。ニュルニュルニュルボンドをつけていきましょう。あんまりシャバシャバは困るんですけど、伸びないなっていう形だったら少し水をブラシに含ませて伸ばしてやってください。はい、でこの端っこはあまりボンドを薄めずにしっかりと原液で塗っていってあげてください。ちょっと補足になるんですけど、これもうサイズカットしてある状態です。ちょっとその欲しいサイズよりも若干大きめに切り出しておいてください。っていうのはこれ貼り付けた後ボンドが外からニュルニュルニュルと出てきます。一回、これが貼り合わさったので丸ノコで綺麗にカットしてあげます。よし、じゃあこれで一応塗り終わりました。で僕ら、まあ、家具屋さんとか、大きい道具がある会社っていうのはプレス機といって、ここからもう何トンもの力でギュッと押さえてくれる大きい道具があります。なんですけれども僕らのところはそれがないので、もちろん皆さんの家にもないと思います。何かしらの力で上から圧を加えなければいけません。でひっくり返しますね。はい、でこの時の注意点が一つ、ボンドが手にいろいろついてます。奈良のベニヤですね。これに傷をつけてしまったり汚れをつけてしまったりすると取るのが大変です。削ればいいんじゃないのって思うかもしれないんですけれども、もちろん削ることはできるんですけれども、表面がテープぐらい薄いです。でそれを削ると今度下の、汚い部分が出てきてしまいます。さっき裏返してた材料ですね、部分が出てきてしまうのであんまり削ることができません。ですのでできるだけ汚さず傷をつけずに買っていきましょうというのが一つのポイントですね。僕らの教室、動画でよく出てくるこのタッカー君に力を借りましょう。でビスでもいいんですけども、ビスがちょっともったいないので今回はタッカーで、今だいたい端っこから1センチ以内のところに打っていってます。全体がしっかりこう押さえつけられるんであればどんな形でもいいです。皆さんの、ご自宅に、まあ、こういうダイニングテーブルみたいなものがあったら、せーのでひっくり返してこの上に置いてやるっていうのでもいいと思います。この状態でだいたい半日ぐらい待ってあげた方がいいですね。ボンドをちょっと薄めて塗ったっていうのもありますし、広い面積だと水分同士が干渉し合ってなかなかこの内側とかが乾いてくれません。ですので、一応半日、一番安心なのは1日ですね、置いてあげるといいかなと思います。1日経った？経ってないですまだでも30分ぐらいしか経ってないじゃあ電気消してください。じゃあ、ですね、こういう形で板がくっつきました。で1日、寝かせてます。今度カットしていきます。この、タッカーの後ですね。で、丸ノコでジグを作ってここに押し当てて切っていくという形でやってみます。
丸ノコでカットしました。で、今丸ノコに切れる刃がついていたので、全然そのまま普通にあったんですけれども、丸ノコっていうのはこう刃が上に上がってくるので上側にバリが出ます。で、切れない刃でやる場合は後ろのこのシナの方を上にして墨付けして切ってやるといいですね。さっきの角に合わさる部分っていうのを45度で止めてやろうと思います。45度じゃなくてこういう風に出すこともできるんですけど、せっかくなんでまあ綺麗に見えるようにここ45度に切り落として上げようと思います。じゃあそれ何でいくかって言ったら手でもいいんですけど、今回ちょっと丸ノコでいってみましょうか。フリーアングルを45度に合わせます。45度の留め定規で物理的に合わせてやるのが一番正確にいくかと思います。はい、 OK。 よし、まあ長さを決める前に初めにこっち側45度に切ってやろうと思います。どういう風に切るのって言ったら、丸ノコのこのガイドでこういう風に合わせて、で、Dという風に4本一緒に切ってやろうかなという風に考えてます。はい、で補足になるんですけれども、こっちを45度にするのかフリーアングルで45度にするのか、いろんな考え方があると思うんですけれども、よりリスクの少ない、こっちのフリーアングルで切る方というのを、今回は取ってやろうと思います。はいですね、これ今こうやって置くとカタカタこういう風に丸ノコのベースが動きます。でそういう時はですね、まあ、こういう風にこれ、まあ、同じほぼほぼ同じ厚みです。こういうものを置いてあげて、はい、これで丸ノコのベースがカタカタせずにちょうどここに乗っかって安定しました。じゃあこれで切っていきましょう。はい、ではですね、こういう形で45度に反対側切れましたので、でイメージ的にはこういう形になります。こういう風に合わさりますよ。で、それに対して、今度は反対側の方、長さを決めてやらないといけません。で、今このピタッと押し当てて、ここの角がこういう風に出ましたら、その状態で今度こちら反対側の方に墨付けをしてやりましょう。今鉛筆で線を引っ張ってます。はい、こういう形ですね。で、これに対して45度に切ってやると、ちょっと手の甲で今回は行こうかなと思います。こういう、まあ、総ガイドみたいなものもあるんですけれども、まあ、おすすめですね。総ガイドこれ買ってもいいですし、まあ、僕ら、45度のジグを自分で作ります。45度の何かしらに、正確に切ったものがあったら、別に使えますね。まあ、45度のさっきの定規から元に作っていくという形になるんですけれども、まあ、こういうものにマグネットをペタペタと貼り付けておいて、はい、OK、これで周りの45度の部分が全てできました。はい、こういう形でですね、ぴったり と、貼り合わせると45度が出来上がりますよという形になります。まあ、こういう風にしてやれば一番綺麗に仕上がりますので、ちょっとひと手間なんですけれどもやってあげるといいですね。こちらもこう素晴らしい、ぴったりです。